12月初旬、演奏会兼オーディションを行います。今回私たちが参加するアンサンブルコンテストは3人以上8人以下、1つの学校につき1編成までです。メンバーが決まりません。私とバリチューシジュースをやるって言ったのに。やっぱり無理だよ。なあなあで済ますような子は嫌。状況が悪化している。部長はどう思いますか？まだまだだな。こういう少人数の演奏って意外な人が上手かったりして面白いですよね。私もコンクールに出たいって思ってもいいのかな。やるからには悔いのないよう全力でやりたい。吹奏楽部部長大前久美子、まだ慣れない。特別編響けユーフォニアムアンサンブルコンテスト2023